日本中の釣りファンの皆さん、こんにちは、高橋です。今日はですね、五山川で、大江川とか五山川でモンスターバスを釣りまくってるっていう方がいらっしゃって、かなりね、釣りもプロより上手いんじゃないかっていうぐらい、五山川大江のことを知り尽くしてて、僕もね、五山川行ってちょこちょこ釣れるっちゃ釣れるんですけど、あんまりね、そんなに2回行って1回釣れるかなみたいな。で、その方は行くたびにモンスターを釣る。モンスターっていうと53センチ以上ですよね。自分の場合は五山川にかけて53センチ超えたらモンスターって言っていいんじゃないかなって。なかなか釣れないですからね。なんでちょっとその人に電話してみますね。出てくれるかな、ちょっと緊張するな。ちょっと電話番号をね、伺ったので、かなり皆さんもご存知の方なので、声聞いたらびっくりすると思います。なかなか、出てくれるかな。ちょっと電話してみます。あれ、出ないな。おかしいな。おかしいな。ちょっとこれはおかしいな。電話番号間違えてるかな。もしもし。もしもし、高橋です。お久しぶりです。もしもし、聞こえますか。もしもし。もしもし、聞こえます。聞こえますよ。どうしました。ご無沙汰しております。今ちょっとまずいね。今ちょっと飯食っとるから。いつなら話せますか。今ね、酒場なんだ。飲んでらっしゃる。ちょっと、今日はまずい、ね。五山川でモンスターバスを釣りまくってるっていうことで。五山川は、最近ちょっと通っとったら、もう釣り方が分かってきたかな。で、ちょっとその釣り方を教えていただきたいなと思いまして。基本は護岸際を投げれば、食ってくる可能性は高いよね。りょうくん。りょうくん、ありがとう。ありがとう、りょうくん。はい、じゃあまたちょっと今話せないですか。またにしましょうか。そうですね、だって今視聴者さんが聞いとるんでしょ。いや、カメラで録画してるんで、ライブじゃないんですけど。ライブではないです。はい、釣り方をぜひね、教えていただきたいなと思って。釣り方は、攻略法はなんとなくちょっと通うと見えてくるね。具体的に時間帯ですか、やっぱり釣れるかどうかっていう。いや、でも夕方釣れてるし、朝でも、本当は朝とか釣れると思うんだけど、夕方でも今ね、最近巻物で釣れるの。巻けば釣れると。うん、クランクでもいいし、シャットでもいいし、ちょっとした大きいラバラみたいなやつでもいいし。やっぱ若いユーチューバーの人ってやっぱキャリアがないじゃないですか。結局10年やそこらでね、釣り語られて持ってるのがあるじゃないですか。だって40年前に40年やられてるんで、毛ガニおじさんは40年選手なんでね。若い方の釣りとか見たらちょっとまだまだだなって思うでしょう、やっぱり。そうだね、昔のお宝ブアーなりとれば間違いなく釣れるやっぱね、10年やそこらじゃまだまだですよね。10年20年じゃ釣りの本質が分からんと思うよ。だから10年超えたぐらいからようやくちょっと分かって、20年30年で40年になってようやく語れるっていうか。釣りの醍醐味が分かるのは30年過ぎてからじゃないかな。そうだよね。だから10年20年でこうやって釣るんですとか言って、みんな YouTuber 多いけどさ、こんなこと言っちゃあれだけどさ、若そうが何言っとんだいやいやいや、僕はね、他の若い方も素晴らしいと思ってるんですよ。若い人は若いでね。ただ毛ガニおじさんと比べちゃうとやっぱりキャリアが違うからさ、どうしてもちょっとまだ青いなって思っちゃうんですよね。 YouTube ではキャリアはね、みんなにちょっと、出し惜しみしてんだわ。だから技術を隠してるっていう感じですか。隠しながら引き出し、ちょこっとずつ小出ししとるんですよね。結構勉強になってると思いますよ、若い方は。そうそう、小出しでね、ね、僕はね、もうちょっと広い人間だったらね、大きく技術をオープンにしようかなと思ってるんだけど、
あの坊主もね先日ですね、はい、あれ あの辺のもう五山大江の小中学生なんて憧れの存在みたいな感じじゃないですか今。もうちょっと絶対声かけられる。そうそう、それでもう YouTuber の方もやっぱり毛ガニおじさん見ると一目置いてるっていうか、もう挨拶に来る感じじゃないですか今。さっきの動画出したやつも、はいはい、もうあれ恥ずかしかったけどカメラの向こうにさ、俺だけ周りで俺だけって言ったんですよ、あの30ちょいぐらいの立つんだけど、そうしたらなんかカメラの方に2人ぐらいこっちに決めとるじゃんね、あのファンの人がね、そうでカメラ消した途端に近寄ってきてさ、ケガニさん、あの初めて見ましたって声かけていた、憧れの人ですみたいなファンがね。そうそうそう、まあ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 当たり前のことですよそれは。まあ今ちょっと酒飲んでるんで、またね、またちょっと技術教えてくださいよ。そうだね、技術に関してまたちょっとあの、教えてあげますって言えばいいの。だからちょっとケガニおじさん、あのモンスターっていう割にあの魚がちょっとちっちゃいなと思ったんですけど、あ、垂らしたやつは多分50アップあったね、あの10とかすごかったね。ちょあれも根がかりかなってうさんくさいなと思っちゃったんですけど、あれもほ、あれ本当に食ってきた。あれ見て、あれバラしたところ見ました、走っとるで見ました、うわ、キャー飛んできとるね、大きいから見ましたけど、投げたのはね、ご飯際だからさ。でも釣れたのは30もないの27ぐらいの、ご飯際で27ぐらいの35ある言いましたね。何おじさん、27センチの35ぐらいかなっておっしゃってましたね。いや20センチだよ、大体わかるよ。ああ、そうそう、まあまあとにかくでも毛ガニおじさんの技術を僕もね今後まあ教わって盗んでいきたいかなって思ってるんで。なるほどなるほど、うん、わかりました。若い方にまた指導とか、あの背中で動画で教えてあげてくださいよ。まあ指導ってほどのことではないんだけどね。ねえ、バス、まあ、僕の場合は小立ちしかしないから。だから今バス釣り始めて 5,6 年でね、やっぱりなんか一丁前になったような感じになっちゃう若い子いるから。じゃあ今飲んでるんで。ああ、もううざいですかこれ以上。ちょっとくどいですか。ではではやったら。さすがあの神様ですね。すいませんすいません、またお願いします。じゃあ僕見てたんですね。え、何僕の動画を早速見てくれ。それはもう見ます。だ、釣り界では一番なんで今。なるほど、ありがとうございます、はい、それではまた。はい、はい、どうもです。はい、ということでね、ヘアニオジさん、ゴサンガーでモンスターバスを釣ってるというかなり技術のある方なんで、まあ、ちょっと自分緊張しちゃいましたけれども、ちょっと尺が短いから、ちょっと菊池純一っていうね四国のバスプロの方が友達なんで、ちょっと電話してね、ちょっと四国のバスの釣り方をちょっとね聞こうかなと。菊池さんに電話してみます。出るかな。あ、もしもし、高橋です。こんばんは。誰にかけてる。菊池さんですか。なんだお前。あの今少し5分ぐらいちょっとお伺いしたいんですが。仕事中だから。え、あ、仕事中。仕事終わったらじゃあ、あの、そのブラックバスのちょっと生態、今ケガニおじさんにその聞いたんですよ、そのどうやったら釣れるかっていう。で菊池さんにもちょっとそのね、プロ顔負けって聞いてるんで、ちょっとお話を5分ぐらい伺いたいなと思ったんですけど。分かった。え、いいよ。あ、今喋れるんですか。いやいや、後で、ね、あ、じゃあ後で電話します。電話してください、終わったら聞きたいので。何時前やってるの。あ、今これ録画なんですよ、ライブじゃなくてカメラ回して。あ、そうなの。録画なんで大丈夫ですけど、じゃあ待ってます。はいはい、はい。